OK です。 OK です。ではあなたたちは最下層を目指して、足を急いで階段を駆け下りることでしょう。16階会議室フロア、先頭は渡辺さんですね。はい、幸運どうぞ。毎回やるんだ。成功しよう。ナイス。今ね、ではそのまま素通りして下へと降りていく。15階、オフィス、はい、幸運マイナス20でどうぞ。これ逃げてる道中にあの刀抜いといても大丈夫ですか。あ、いいですよ。怖、打ち入りじゃん。怖、打ち入りじゃん。成功しよう。あ、いいわね。やる。OK、では、14回オフィス、幸運マイナス40どうぞ。マイナス40きつ。お願いします、成功してください。、はい、難しいよな。全聞き耳。はい、はい、うん、えい、スペシャル、お願い。成功しよう。あった、聞き耳ポン。私のスペシャルシャキンって言わないんだけど、なんで。あ、あ、クリティカルがシャキン。あれ、スペシャル、あ、そう、そういうことか。あ、そう、スペシャルとはまた違う。なるほど。ではですね、14階オフィスフロアに差し掛かったあたりで、下の階から複数の足音が階段を駆け上がってくる音を聞き耳成功した人たちは気がつきます。加えて上からも降りてくる足音がしますね。うーん、さあ、あなたたちはどうしますか。14階は、オフィス。そうです、オフィス。全身じゃね、挟まれてる感じするけどね、なんかね。真っすぐ前から、うん、どっかの階に入ったところで絶対待ち構えてる。階段って1個しかないわよね。ないね。まあそうですね、エレベーターはありますよ。どこで前突っ切るしかないんじゃない。そう、エレベーターはそれもいいかもしれん。あの、進行方向が一定だから、うん、戦うってなると多分怠慢でっていう風なのも。通路そんな狭くないですよ。3人ぐらいは並べますね。わあ、全然怠慢できない。まあ夏目ちゃんと渡辺ちゃんでなるだけ先陣こう払ってもらわないと後ろの対応ができないから。 OK、 じゃあ進む感じにします。現在14階のフロアというか、なんか14階のなんて言えばいいんですか、14階に出れるところの位置ですね。そのまま下から足音はしますが、足音するけど下の方へそのまま降りるということでよろしいですね。待って待って待って、今さ、はいはいはい、16、15、10って全部聞かれてるじゃん。うん、オフィス、そのオフィス丸ごと1個みたいな、だから3、4、5回くらい切り抜ければいいと思ってたけど、全部なるんでしょう。みたいですね。まあ、どちらにしろすり減り大変なことになるよ。うん、戦闘するか、そのオフィスに逃げ込むかになっちゃうかもしれないよね、これ。毎回戦闘、戦闘、戦闘になる可能性もあるってことだよね。うん、だし挟まれたら、だってもうそれこそ、うん、上からも聞こえてきてるんでしょ、だって。そう、どっかでエレベーターで降りないと持たないと思う。うん、どっか横入った方がいいかも。ここでもう入っちゃいます、うん、入るしかないかな。挟み位置が一番きついし、はい、ね、入ろうか。入って非常扉みたいなのがあったらそれで階段のとこ閉めちゃうとか。おう、うん、それで時間稼ぎになるかも。そうだね、非常、あ、このビル中に警報を鳴らすってことですね。あー、そっか、そういうことそっか、そういうあれか。あれ多分隔壁降りても、なんか隔壁の横の小さい扉から中入れると思います。ああ、多分防災用の火災用のあれだよね、多分隔壁。そうですそうです。 あれって横にちっちゃい扉ありませんでしたっけ。人生まれ通れなくなったら閉じ込められちゃうし。、
そういえば正規法があるはず。まあでも階段の隣にエレベーターあるのよね。ありますね、エレベーターは。一応エレベーターの状況を確認したいけどね、そっちに横に行くんだったら。エレベーターは途中飛べれちゃうからな。この階でフロアに降りるということでよろしいですか。いやじゃないとフリーズしてるが。いや僕は一回じゃないと、うん、そうだよね、やり過ごさないとっていうのと、だから監視カメラがあったことも考えると全部屋にあるから、うん、ただまあそうね、エレベーターに監視カメラついてるからエレベーター乗るべきではないよかないわ。そう、うん、ただどっかに突き進むべきか。いや、オフィスに行っていいと思う。もう一回降りてから、うん、考える。今14階だから、うん、あ、14階のオフィスだから、13階のオフィスのところで一回。もう一回降りたら多分助かりますよ。うん、それやったら13階以降が変わらんと思うから。今かな、じゃあ。今しかないと思う。入るなら。行きましょうか。絶対入らないといけない。うん。階段は得策じゃないかもしれないわ。今は一回やり過ごしましょう。入るか、うん、入ろう、うん、それでよろしいですね。はい、はい、じゃあ14階フロアで階段から飛び出したあなたたち、さあどうしますか。何がありますか周りに。社員証をかざさないと通れない部屋の入り口とエレベーター。来なかったやつ。夏目ちゃん持ってるんだっけ。持ってないか。いや持ってないよ。そうだ持ってないんだ。気絶してないんだあいつ。いやこれもう階段降りるしかなくないか。うーん、壊せないでしょこんな扉。扉って壊せそうですか。壊せそうですか。いやまあ時間はかかるでしょうね。壊せるかもしれませんが、だったら降りた方が絶対いいよ。でもそこの横の階段から入ることすらできないですよね、車掌がないから。そうですね、エレベーターは乗れますけど、あ、このエレベーターの、なんだろうな、エレベーターとか階段とかだけ自由に出入りできるけど、そこから先のオフィスの中まで入ろうと思ったら、多分なんか、ヒットやって、シャッてやらないと入れないタイプのロックが置いてあるって感じ。まあね、展望室に行くためのお客さんが間違えて入り込むかもしれないからね。そうですね。というセキュリティは必要でしょう。やっぱり階段じゃね、これ。階段なの。エレベーター今一番上に上がってるわけでしょ。まあ一番上で止まってますね。うん、でエレベーターも会員証がないと。いやエレベーターは使えると。エレベーターは大丈夫だけど。もうエレベーター。エレベーター乗っていっちゃん下まで降りず、なんか10階ぐらいとかどっか適当なところで降りて、でまた階段で交互に行くってこと。そうそうそう、とかってどうでしょう、うん、これ特策が分かんないな。すごいこと言うと分ける。あ、どっちかが捕まってもどうにかなるように、うん、殺される可能性もあるけど。うわ、捕まったらおじゃん。あり、前と後ろ順番変えるとかは。その夏目ちゃん後ろにして前と後ろで戦えるようにする。今オフィスに入ってるから、その階段に行く時順番変えてもいいと思うんですけれども、うん、結局、まあ、戦闘は免れないかなと思うんだよ。階段、階段の扉を押さえつけてエレベーター呼ぶとかは。階段扉じゃないですね。あ、扉じゃないんや。オープン、そう、閉めたらだから警報鳴っちゃうってことだね。多分バリケード作る、なんか机とかそういう風なもう全部オフィスの中だから作れないと思う。何選択しても後悔しそう。それでも選ばなきゃいけないんですよ人生は。私たちは私たちの人生を生きてるのよ。今を生きてるの。やとしてもエレベーターかな。あら、うん、本当、うん、で
ではエレベーターを呼び出すでよろしいですね。だって階段行ったら結局、はい、あまあそうね、今来てるからし、エレベーター呼びましょうか、はい、ではまあ3階分くらいなんでエレベーターはすぐに来て開くことでしょう。中はまあ誰もいませんね。乗り込むは暗視カメラを破壊します。今ね、いいね、中入、とりあえず全員入ります。あ、それこそさ、もうあのさかなクンの養生で、ああ、貼り付けとけば見えないようにしましょうか。テープ、テープ、うん、テープ貼りますか。扉閉めの前にまずテープ貼るってことでよろしい？いや、扉閉めましょう。うん、扉閉めて、はい、まあ、まあ、素早く貼れたかデックスかける5ぐらいで判定しますか。おお、いいしな。あ、これで、あ、じゃあ情報メインにしてくださいね。ああ、ああ、頼む。ああ、よかった。じゃあさかなクンはエレベーター内に入ると素早い動きで養生テープを取り出し、足の上のレンズにペタペタ貼りました。素晴らしい。まあ気休めかもしれないけど、うん、養生テープ強い。はい、で何回押しますか。地下を押すでいいのよね。地下まで一気に行きます。あ、研究室とか寄る。でもだって入られへんくない、社員証ないと入れないよ。教えてもらえばよかった。まあまあまあ、あ、いや、でもあれか、監視カメラももう封じたから、うんうん、ただエレベーターの多分なんかこう一個ずつ降りるのは途中で見れるんじゃない。なんか今何階にいるっていうのは分かっちゃう。はい、このエレベーター、扉の反対側は全面ガラス張りになってます。ああ、丸見えだ。丸見えだ。なんていいこと。そうだった、ビルのやつという話をしたかと。そうね、しました。ベロベロバーってしながら降りようかしら私。うん、そうやな。あっかんでーす。そう、ベロベロバーバーって言って。はい、何階を押しますか。ここはね、大事ですよ。いや、地下1かな、うん、って思う。それでよろしいですね。うん、なんか万が一何かあった場合にもその1個上に上がれば1階やから。そうね、地下1かしら。2まで降りるのはちょっと危険な気がするわ。最悪ガラス割ろう。うん、あ、そう、あ、確かに。ガラスの地下で割って、地下でガラス割っていって何になるんだ。え、途中で見つかったら、途中で、確かに途中で追い詰められたらガラスパリンって割って、はい、エレベーター乗ったままここは2階ぐらいやろってパリンって。扉の前にあのちょっと渡辺君構えてもらって、はい、ガトツオの用意を、ガトツオの用意をゼロ式を出すように一人でもらって、まあ、近い位置かしらね。それでは行きましょう。あなたたちを乗せたエレベーターはゆっくりと降り近い1階まで降ります。来れた。ピンと音がし扉が開く。その直後、扉を押さえるように手が入ってきますね。扉の開いた先には、警備員のような格好をした男たちが複数あなたたちを待っていました。展望フロアのお客さんですね。そうですね。ちょっと台風で危ないですので避難しましょう。我々がご案内しますよ。と、口調は丁寧に言います。が、明らかに、それが本心ではないことは心理学を使用しなくてもわかるでしょう。あなたたちはどうしますか？我々が避難誘導します。ついてきてください。とこの男たち、まあ10人ぐらいはいるかな、は言ってますね。警備員たちの装備って何か分かりますか？うん、まあ警棒とかじゃないですかね。銃とかは見ている感じはない。見た感じはない。困ったわね。10人戦うのは得策じゃない。ないわね。から扉閉まるボタンを押してガン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 、扉のね、扉のところに手を入れられてるんで扉は閉まりませんね。
おとなしくついていくか抗うか。抗うか。まあ10人はちょっと厳しいんじゃない？うん、警戒しながらついていった方がいいような気がするわ。下手に抵抗すると帰ってって感じがするから、うん、追わなくてもいい怪我を負うかもしれないわ。うん、おとなしくついていこう。そうね。はい、うん、はい。ではあなたたちがこのエレベーターを降りると、全員まあ2人ずつぐらいの男たちに腕をつかまれまして、麻袋をかぶせられてどこかへと連れ去られることでしょう。なんですって何勝手にかぶせてんのよはい、ということでルートが分岐しましたね。いやちょっと待ってくださいね。嫌な予感しかして。嫌な予感しかしないよ。ロシちゃん抱えたままなんだけど、これ大丈夫だ。あ、まあ引っぺがされますね。戻りゃよかったか。ではですね、あなたたちは次に麻袋を外された時、どことも分からない、狭い部屋の中のところ、部屋の中のようなところで全員椅子に縛られた状態で並んでますね。ただロシュの姿はありません。ロシュの姿はまだあるな。あ、ロシュの姿あるんですけど、あなたたちの麻袋を外した社員たちがそのままロシュを連れて部屋から出ていきます。ちょっとどこに連れてく気はい、特に返事をすることもなく社員たちはこの部屋を出ていくことでしょう。特に口を塞がれているわけでもなく。そうですね。どうしましょう。目星で部屋の中に何かこう麻袋をかぶってるんじゃなかった。あれ、いや取られてると思う。取られてるね。ああ、うん、とりあえずなんか部屋の中を確認したいんですけど、目星も振らずに分かりますか？はい、まあ何もないことが分かりますね。窓は？窓もない。窓もない。窓もない。近いよ、真っ白な部屋。真っ白な部屋。まあ、うん、天井に照明があることは分かるかな。動こうとしたらどんな感じですか？立つこともできる。椅子自体がもう床に固定されてるみたいな。椅子が床に固定されてて、その椅子にあなたたちの体が固定されているって感じです。ロープとかですか？そんな感じですね。破れますか？なんか結束バンドみたいな感じだと思うけど。ブチブチってできませんか？試してみてもいいよ。STR やる？どうぞ。STR か。クリティカルしたら考えてやるよ。やる価値はあるか。いや、さすがにくるみだけだろ。いや、ダン君も15あるので。マジでいいよ。じゃあ誰か持ち物確認して。持ち物に何があっても使えないだろう。うん、私救急セットっていうのを持ってまして。だからやっぱりこうね、テープを切るためのハサミがあったとして鍵開け5あるんですけど、そうやったら腕が振りだろ。振ります。はい、どうぞ。まあ、ロープ成功はしたけど、ロープに鍵穴はないので、なんか脱出マジックみたいな。そりゃ無理だ。もうそれ用の機能が必要ですね。はい、ではあなたたちはしばらく暴れますが、まあ、暴れた結果自力での脱出は不可能だなということを認識するにとどまるでしょう。まずいわね、これ。うわ、あたしでも破れないわ、これ。ちきよ。はい。ダメだ。そんな感じで、まあ、30分から1時間ぐらいかな。暴れてますと、やがて扉がガチャリと開きまして、男が4人部屋に入ってきます。そのうちの1人が、椅子を取り出しまして、あなたたちの正面に向く感じに椅子を置いてそこに座り、3人はその背後、その後ろに立ってあなたたちの方を見ます。
座ってる男性は厳しい目つきであなたたちを睨みつけてこう問いかけるだろう。あ、誘拐した APC を連れて抜け抜けと現れたのはどういうつもりか知らんが、あのどうせ貴様らの仕業なんだろう。どんな手を使ったんだ、必ず吐いてもらうからな。と言いますね。どうせ誘拐なんてしてないわよ。な、なるほど。話す気はないということか。土星っていうか、土星も私たちの仕業じゃないわよ。逆にあんたたちがやったんじゃないの、土星って。血を歩きはないということか。ならばなぜお前たちが APC を連れている。その説明がつかんだろう。なんか走って私にぶつかってきたのよ。こんなわけがあるか。真面目に話す気がないならこちらとしても、そうだな、手は取らせてもらうが。何よ、もう真面目に見えないだけで私は大真面目よ。お前らのお仲間はこう言ってるようだが、って感じで、じゃあ他の人にも水向けますけど。ちょっと待ってくださいね。そもそも何の話？知りませんね。何を誘拐したって？じゃあこう目をすがめてあなたの方を睨みつけてますね。やだ、こっち見つめてるわ。ずいぶんとぼけるのがうまいようだな。じゃあよく言われます。じゃあ渡辺の脳みそでも剥ぎ取るか。ああ。剥ぎ取られた。取られてる。でどんな魔術的な措置があるかもわからんしなとか言いながら剥ぎ取ります。魔術で後ろのやつにペッて渡します。ああ、俺の帽子が。お前何してくれとんじゃこら。お前道頓堀でおじきが買ってくれたもんやぞ。おら、おい、弁償してくれんのか。おい、ハゲこらが。お前ハゲてるのかしら。まあハゲててもスキンヘッドでもいいけど。あら、本当にハゲね。その APC って何なんですか。質問してるのはこちらの方だ。お前らはでは何の目的でこの施設に侵入した。社内見学です。そうそうや。エアコンの仕組み知りましたよ。楽しかったわ。まともに取り合うことはないということか。いいだろう、1時間後にまた来る。それまでに考えておくんだなって言って、じゃあ社員は帰ってきました。やだ、行かないで。もうちょっとお話ししてよ、つまんないわ。まずい、これ時間が。はい、見張りの3人の男はここに残ってますね。アルベート計画とかのあたりの話をつかないと。誰か、なんか名前出したりとかってことですか。で、あのイングスだと土星関係は多分あっちじゃなくてカシダさんの方だね。そうね。そうだね。自分、カシダの居場所を知ってるっていうツル。そうね。ああ。そう、じゃあちょっと呼んできて、はい、正直に話すからって。まあ立ってる男たちは特に何も言いませんね。うん、で1時間後先ほどの交渉役がまた戻ってきます。いやさて、少しは話す気になったかと言って、じゃあその手に今度はじゃあそうだな、拳銃持ってきますね。わあの、ちょっとお伺いしたいんですけれども、樫田さんご存知ですか。樫田誰だ。知らない。柏田さん、知らないんだ。ちょっと待って。アルベート。待って。土星について僕たちに知りたいって君たち言ってたよね。お前らがやったんじゃないのか。あの土星を映してる通信魔術の正体は何だ。何で維持をしている。どうやったら解除できる。君たちはそれ、僕たちそのことについて知ってるけれども、君たちそれ知ってどうするんだい。あれを止めるのかい。当たり前だろ。そうか、やはり知っているんだなって。じゃあ男はにやりとします。止めないとどうなっちゃうの。ん、なんて。止めないとどうなっちゃうの。止めないとどうなるか。そう、止めないとどうなるか。まあ街は沈むだろう。あら、そうなの。普通に考えてこのまま台風が、この街を襲い続ければ、まああと 2,3 日もすれば町は水に沈むことになる。それは我々も困るんでね。そうね、私も困るわ。何としても吐いてもらうぞって言って、じゃあおとなしに拳銃向けますね。あら、お父さんしてね、渡辺だった。渡辺に拳銃の銃口を向けますね。
まあ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 、ね、ちょっと待ってね。あ、なんで知ってるなんて嘘ついたんだ。え、あれじゃないの、あの装置、展望台のパラボラアンテナ。そう、パラボラアンテナが関係してるとは思うけど、どうやって解除できるかなんて知らないから。それを伝えるかどうかってとこなんだけど、今回避するには伝えた方がいい気がしてる。ああ、そうだな。どうしよっかな。もうこいつは別に発砲にためらいはないんだけど。田辺、なんで知ってるなんて言ったの、あなた。え、いや、あの、はい、ジョークです。知ってる。いや、撃たれねえよ、そんなん。今さらそんな嘘が通じるとでも思ってるのかって言うでしょうね。ちょっと待って。うん、いや、別に。全てを知っているわけじゃないんですけれど、そこ、今あなたが言ったその装置に関して心当たりがあるの。聞くだけ聞いてやろう、言ってみろ。橋田という赤切大学の研究者がいまして、その人の研究室にあったとある装置がそれなんじゃないかというところまで私たちは掴んだんです。それを確信に持ってくるために彼がこちらに来ているのではないかと思い、ここまで来たんです。というか私たちも、あの、逆に止めたい側よ。お、僕もそのことを知ってるって言ったんだよ、うん、赤切りだよな、うん、うん、と言うと、じゃあ後ろの人を一人見まして、そのスタッフはどっかに行きます、うんうん、もし違ってたらお前らのうち一人を殺す、それでいいだろう。いや、うん、それで、じゃあ、あと、そっか。ああ、じゃあ、ジャミング電波の発生源はどこだ？通信マルチとの関係はあるのか？ジャミング電波？この電波障害を起こしてる魔術の発生源だ。これもお前たちがやってるんじゃないのか？いや、マジで知りません。県外よね、確かにね。じゃあ、県外になって困ってるのは俺たちも一緒だ。じゃあ、APC 呼気のプログラムの書き換えはどうやったんだ？プログラムの書き換え？どのように情報を入れた？何それ。え、っていうか、あの子は普通に人間じゃないの？あん？ってこう、なんか、あの、尋問役の前にどんどんシワが寄っていきます。見てる人に喋るんじゃない。ごめんなさい。 PL かい。ダメだよ、敵対上言ったら。そう、ね、多分コキっていうのがあれでしょ、まず、あの、APC、そう、コキはロシュだろうけど、で、APC。だってそれに対してなんて回答すればこう満足なのかわからんくない？え、てかあれか、書き換えに必要なのが鍵なんじゃない？ああ。え、書き換えはどうやったんだって言ってるから、まだもうやったことになってるけど、なんで多分セッション始まった時からもう書き換えが始まってる。そう、だから誰かがやった、つまりそのロシュが言ってた神様がやったことになってるから、にしたって何も答えられないよ、こんな。多分さっきの電波障害、放送局じゃないかなと思ったわ。もう全員一貫して知らないで通す。いや、そしたらまた帰っちゃうわよ。多分死ぬよ。いや、死ぬ。あとさ、うん、その、教授のところ、機械はあるけど、パスワード必要なこと言ってなくない？そう、言ってない。うん、だから止めようにも止められへんっていうことも伝えとかなあかんのじゃないかな。そうね、そうだね、うん、そのことと素直に全部言って関係ないことを証明した方がいい気がする。関係ないし、必要以上のこと知らない。そもそも調べてることが、うん、その今こうやって起きてる台風とか、うん、その電波障害を直すことにつながるんじゃないかっていうことで調べた結果、うん、ここに来ることになったっていうのを伝えた方がうん、いいと思うけどな。私は喋んない方がいい気がするわ。俺ナチュラルに煽る人が2人ぐらいいるんですけど、誰喋ります？じゃあ喋ります。はい、どうぞ。探偵なんで喋ります、うん、はい、はい。じゃあ、まあ、ここはもう全部洗いざらい話していいよな。なんて言ったらいいんかな。まあ、なんか APC のジャミングうんぬんからちゃうの？
そうだな、分かった。俺たちが知ってることは全て話させてもらう。まあ、無言で顎だけで話せって感じにしますね。そうだな。まず俺のことから簡単に話そうか。実は俺は探偵で、ちょっとこのポケットのところを探ってほしいんだが、写真があるはずだ。はい、じゃあ男の座ってる男が立ってる男にこう目線を送りますと、懐から写真と鍵が出てきますね。あ、いや、鍵とは別の場所で。鍵とは別の場所に、はい、写真が出てきますね。はい、あ、なんだお前、うちの依頼を受けた探偵か。だが引き渡し場所はここではなかったはずだが。ってことは、あんたたちの誰かが俺に依頼をしてきたってことか。結構喋りすぎたなみたいな顔で口をつぐみます。あ、それにとってはこっちにとっていうような情報か。うん、やっぱそりゃそうだわよね。うん、うん、それは分かってたわよ。で、まあ俺は依頼を受けた以上はこの子を探そうと思っていた、うん、がしかし、まあこの子と出会った直後かそれ以前かに俺たちも土星を見たんだ。台風と土星、そして電波障害に同じような目に俺たちも会っていた。でそこから俺たちは、うん、あ、台風が起きてる現象とかそういったものを調べていくうちに、カシダという男にたどり着き、またこの写真の少女がカシダという男を探しているという情報を聞きつけて、まず赤霧大学へ向かった、はい、ではここら辺で心理学どうぞ。心理学、あ、自分で振っていいんですか。どうぞ、オープンでいいよ。夏目さんだっけ。そうですね、話してるの夏目なんで、はい、心理学、心理学、うん、すごい、はい、じゃあ相手が何を考えてるかあなたは分からず話を続けるだろう。わあ、あ、そういうことか。そうだね、そういうことか。え、旗から見てて渡辺とかも気づく。まあ仕方ないから振ってもいいよ、一人で渡辺だけな。あ、え、全員が振ったらな、それな、誰か成功してしまうから。誰が一番高いの心理学。提案した渡辺だけな。ああ、成功しよう。やあ、すごいわ。じゃあそうですね、今までのあなたたちとのやり取りもあって、こう夏目の話をこう最初はまあなんだろう、疑惑まあ半分ぐらいで聞いてたんですけど、なんか、夏目が、出会った少女が歌詞だと会いたいとか言い出してあたりで疑惑が9割ぐらいに増えたことがわかるでしょうね。あら、まあ疑惑が増えた、こいつ適当なこと言いやがってみたいな目してます。あら、あ、うん、はい、じゃあ逆に信じてもらえてないわ。今信じかけてたけど信じないに天秤が触れたことが分かりますね。あら、あ、信じてない。カシダの話あんましない方がいいかもしれないよね。で、それからあれは神様の話したらいいんじゃないのかしら。神様の話は、でも俺ちゃんと俺はちゃんと聞いたわけじゃないんよな。いや、みんな一応聞いてるんじゃない、運転中に情報共有したってことでいいんじゃない。いや、ここに行く来る前に情報共有したってことで、っていうかみんながいるところでロシちゃん話してなかった。神様、うわ、ちゃんと頭に入ってね。だから多分みんないるところで聞いてるわよ。うん、神様よ、神様と約束したって話。あ、そうそう、まあ、そっからその推探偵として推理した結果がこうなんじゃないかっていう説明をする。いや、そもそも夏目さんの話を今信じてくれてない。うん、まあ、まあ夏目は気づいてないのでそのまま話を続けると思います。か、どうぞ。割り込む話から割り込み、まあ、カシダの、あ、え、うん、
どうした？いやそうだな、そっからは俺が話そう。そうか、ピストル突きつけられたらだってもうしゃべるしかないでしょう。嘘くせえ。嘘くせえ。ちょっと待ってくださいね。PL 会議、うんうん、はい。だから話すことってあれですよね。柏田さん。いや、柏田の話じゃなくて、神様の。そう、ロシちゃんがなんでこう逃げ出したというか。逃げ出した家庭の話、その私たちも詳しくは分かんないけどこういう風なことを本人が言ってたわって、うん、多分ミゴとかを使ってるからその辺を信じるんじゃないかな。あ、魔術とかうんたら言ってるし、うん、だからロシュが、うん、その神とある神と約束をしたことで、でも神と約束したからってなんかしてるって言ってないんやな。そう、なんか約束事があるから詳しくは話してくれなかったんだけど、その神様との約束でそのなんか自由になれたみたいな。怪しい。まあ、ミゴの話はとりあえず出しましょうかね。で、うんうんうん、でこいつが聞きたいのってその露シちゃん、今とりあえずこいつ聞きたいのその露シちゃんとそのジャミングについての関連性。とパラボラアンテナの装置の止め方、うんうん、まあ土星を止めたいんだよね。さっき言ってたのは、土星を映してる通信マルチの正体は何で、どうやったら解除できるのか、ジャミング電波の発生源はどこで、通信マルチの関連は何かあるのか、どうやって APC 呼吸のプログラムを書き換えたのか、どのようにしてその情報を手に入れたのかみたいなことを聞いてますね。さっぱりわからん。わからないわ。その関連するものはなんとなくわかるけど、とりあえず APC 呼吸なんでしたっけ、プログラムをどうやって書き換えたのか、その情報をどうやって手に入れたのか、うんうん、あ、それに対してのその神様の答えなのかと思ってたんだけど、 APC 呼吸を書き換えたのはロシュの言う神様という存在である。独占と貼ったりかけるにしてももうちょっとなんかこう確信がなさすぎる、確信が なさすぎるし、本当なんだもん、あ、嘘じゃないもん。はい、ではですね、会話が堂々巡りをしたまま30分40分と経過していきます。いやいやいや、もうあれ PL 会議なんじゃないのこれって。いやでも多分PC でもそんな感じになるでしょ、この流れ。まあ確かにそうかもしれないわ、うん、いや PL 会議っていうあれでちょっと時止めたんですけど。あ、そう、わかったよ。じゃあ結論出る、結論出るならいいけど。どうぞ、いいですよ。わかんねえ、敵もごめんなさい、ま、もうちょっとだけ PL 会議させてください、うんうん、そう、敵もどうすればいい、僕たちを多分そんなに殺せないと思うんですよ。向こうも情報が欲しいわけだから。だから、でもう、向こうが出ると思ってる情報源僕ら持ってないから、そこら辺は本当のこと、もう本当に知らないっていう風なのは伝えつつ、もう本当は何も知らないっていう風に言うのがもう言った方がいいんじゃないかなって。いや、何も知らないって言ったらとぼけるなって言われるんだよ。だって、まあ、状況的に真っ黒ですからね、あなたたち。うん、本当にただロシちゃんと出会って仲良くしてただけっていう、ロシちゃんに
みんなのクリスマスプレゼントロシちゃん持ってるはずっていうのはダメ。あんまり意味ないですよね。それがもう依頼を受けてる人間って分かってる以上、それは多分もう通らないね。うん。だからさっき言ってたそのパスの話、そのパスワードがかかっているって話はしていいんじゃない？うん、パスの話したらちょっと信用取り戻せないかな。あ、そうですね。あ、じゃあダンちゃんがちょっと話すことでちょっと信用回復狙うか。うん、あ、まあまあ。じゃあ PC としてはい。まあパラボラアンテナのことについて多分言ってたと思うけれども、そのパラボラアンテナはパスワードはかかってて。僕らも操作ができないし、操作の仕方も僕らもわからない、うん、っていう風なのを伝えます、うん、あとそのパスワードをかけたであろう人物がその学者の歌詞だという方で、その人は今ゲームセンターの近くにいるんです。それ言っていいの？言う？いや、いないでしょ今。いや、いるかもしれない。それ言っていいんですね。いや、言わない言わない。PL です。それは言っちゃった。言わない。カシダの場所は、カシダは、それを、パスワードかけたのはカシダさんという人なんだけれど、カシダ教授という人なんだけれども、うんうん、その人が今、どこにいるかわからなくて、僕らもそれを探している。うん、なんか信用とかあります？信用はあるよ。ちょっと今だいぶ疑いゲージ上がってるんで、まあ喋ったのはね、喋ったのは渡辺なんで、渡辺の信用ですかね。はい、70で振っていいっす。どうぞ。大丈夫。OK。 あぶねー。ではですね、このあなたたちを尋問している男は眉間に深いシワを刻みまして、片手で自分の額を押さえます。なんだって3回ぐらい言います。お前たちは、土星を映している通信魔術の正体を知っている？いや、知らない。心当たりはあるが、心当たりはあるけれども、それが確信とまでは、そう、うん、まだ言えない。ジャミング電波の発生源、その発生理由は知っている。それに関しても調べてるが、全く心当たりがなく、うん、正直俺たちも困っている、うん、APC 呼気のプログラムがなぜ書き換えられ、なぜ自律行動をしているのかを知っている。なんかそもそも書き換えられているということすら俺たちは知らなかった。お前たち何しに来たんだ？いや、私たちはあの子の願いを叶えるために来たのよ。カシダという男に、カシダさんを探しに来たんだ。カシダという男を探す手がかりがここにあるんじゃないかということでここに来た。そうだよ。それがさら、では、代表の人説得の半分でどうぞ。代表の方、探偵さん。いや、探偵かな、ここ確かにな。依頼受けたのあなただしな。いいくるめならあるんですけど。あ、いいくるめでもいいよ。はい、の半分。半分。なるほど、半分、65しかねえ。お願いします。夏目ちゃん、信じてるわ。僕らも旗で、そうだよ、そうだよって言って。ちょっと。しゃあねえな、プラス10ぐらい上げてもいいよ。やったわ、ありがとうございます。ああ、で、とめとさん大好き。お願いします。俺が知ってるのは、これぐらいだ。やったやったやったよ。うわ、75のおかげだよ。ちょっと。65だったら成功してないよこれ。これしか知らん。ちょっと待て。じゃあこの男は廊下にいてて、なんか廊下で別の人と何やら話をしてる雰囲気はありますね。うん、おい、なんだあいつら、マジで何も知らないみたいだけど、あいつらマジで何しに来たんだ、え、どういうこと。いや、わけわかんないんだけど、でも状況的に見てもあいつらどう考えても黒だろう。いや、まあ俺もそう思うんだけど、でもマジで知らなそうで。
さすがにそんなわけないだろ。3つも4つも謎があるんだぞ。1つぐらい相手で握ってるだろ。俺もそう思ったんだけどさ、マジで知らなさすぎやろ俺は。そんな言わんといてや、頑張ってから。私嘘1個も言ってないわよ。マジでただ見学に来たパンピーじゃねえのかって。いや、ただ見学に来たパンピーが不意打ちでスタッフぶん殴って逃走するわけねえだろ。それもそうだな。なんか申し訳なくなってきたわ。PL の心が痛んでんですけど。それもそうだな。確かにな、まあ、確かあっちから暴力振ってきたのは間違いないしな。戦闘の意思はあったよな。それに関しては、まあ、確かに。待って、怖かったんだもん。正当防衛です、うん、確かにそれはそうだ。通りかかりで殴られたんだから、まあ確かになんか俺らのことを怪しんでるのは怪しんでるのか。スタッフがだって嘘つくのが悪いんじゃない。確かにそれはそうだな。今度そこら辺攻めてみるか。で、じゃあ戻ってきます。ゲーム聞こえとるし。お前らは、確かその歌詞だとかやつを探しに来たようだが、西田こちらの避難誘導に応じていきなり殴りかかってきたと報告を受けているわ。え、だってめっちゃ怖かったのよあの子たち。インカム使えるのに使えないとか言って、なんか嘘ついて、なんかニコニコしながら私たちのこと追い詰めてきたのよ。あの社員嘘つきやもん。私怖かった。あの転んで謝ってっていう感じでは言わないけど、ね。いや、あとあれですよ、ミゴの話。転んで謝ってぶつけたやつがわらだ逃げろって言いながら走り出すわけないだろ。バカなのかお前たちは。本当よね。ちょっとやんちゃなんですその子。バカなのか俺らのことはよほどバカだと思ってるから。あのなこっちは命狙われたんだよ一度。誰にの。よくわからん、なんかあの変な甲殻類みたいな、なんかそんななんか羽の生えたなやつに。命狙われた、そんなわけないだろ。APC 攻撃を引き渡しておけばそれで帰ったはずだ。いや攻撃受けたんだけど。お前らが先に邪魔をしたんじゃないのか。そりゃ見た目が普通の女の子を去ってきたら守るのが大人の義務でしょうが。そうよ、怖かったわあのよくわかんないカニみたいなやつ。いや、そもそもが契約を破ってなんだろう、連れてこなかったやつがいるのが悪いと思うんだ。いや、私契約なんて知らなかったもん。お前だが契約うんぬんっていうふうに言うんだったら、あのそもそも向こうがあのそもそも向こうのね、なんかそのよくわかんない甲殻類、あれはあんたらの手下なの。ああ、そういえばそうだな、それも知られて以上返すわけにはいかなくなったな、よく考えたら。忘れよう、それは。覚えてないんですけれども。俺たちは何も言ってないいいな。俺たちは何も言ってない。それいいな。というか、まあ、私に関してはその契約内容を知ったの最近だったから、ちょっとそれまで普通に女の子として接してたのよ。ごめんなさいね。あ、なるほどなるほど。お前らの話を総合すると、そこの探偵が裏切り者ということで合ってるか。あら、違います。お前たちは知られないよう知らなかった。なるほど、確かにそれならば仕方がないな。つまり悪いのはそこの探偵一人ということでよろしいか。え、どこに探偵おるんですか。ちょっと真面目に考えようか。真面目に考えようじゃあ逆に聞かせてほしいんだが、その生物を使えばそのロシュ APC っていうのを捕獲できたんだから依頼する必要はなかったんじゃないか。ん、いや別に APC が電車を使うかどうかなんか分からんだろう。あ、電車じゃないと使えないの、あの子たち。もう別にそういうわけじゃないか、電車見張ってれば捕まりやすいかなって。こちらとしても人員が足りなくて。なんでその話をしなきゃいけないんだ。あらあら。話、いや聞き上手だからね私ったら。はい、まあ、うん、裏切り者かどうかは分からんけれどもさ、まあ、ちょっと待って、でも殴ったのは悪かった、うん、確かにいきなり攻撃加えたのは悪かった、ね、それすまなかったと思ってる。うん、結果的に私たち、まあ、でも連れてきてるのよ。うん、まあでも引き渡し場所ここじゃないしな。いやだからそれは柏田さんを探してから、うん、柏田さんを探しに来たんだけど、ここにいるかなって思って来たから、ここにいるかなって思ってここに来たっていうだけであって。APC 呼吸を連れてそんな偶然あるか。
みたいな話でこうなんか多分堂々巡りになりますね、うん、だから会いたがってたのよ。写真に写っているあの女の子の見た目と本人が違ったんだから仕方ないんじゃないですか、うん、そうよ、うん、ほぼ一緒だろ。目の色が違うのよ。人種が違うじゃない。そんな目の色だけで人の人種さ、首の裏に鍵穴が開いてるやつが2人も3人もいるか。でもそれは確信には得ません。得るだろう。目の色が違うということはそもそも眼球の取り替えになりますので全然違います。私たち鍵穴なんて、俺らって鍵穴あるし、取り替えることはできない。どうして最初からそういう説明をしてくださらなかったんですか。目の色が、目の色が違ってどうして説明してくださらなかったんですか。だからそれはお前らがじゃないのか、誰かが今期のプログラムを書き換えたせいだろうが。プログラムが書き換わったからなの。確かに俺は依頼を受けたけど、写真と女の子の目の色が違ったんで人違いかなって思いました。いや首の裏を確認すれば分かるだろう。私たち首の裏知らないもん。一緒だろ、目の色だけだろ違うの。見てないわよ。そんな女の子を勝手に触れません。探偵やめちまえ。人探しの依頼二度とすんじゃねえお前。帰ります。こんなとこいられるか、帰らせてもらう。はい、じゃあみたいなやり取りをしてる間に15時になります。やばい、ではですね、あなたたちがそんなもうなんか尋問なのか喧嘩なのか言い争いなのか分かんないことをしてますと、突然、大きなノックが響きます。どん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 って、部屋の中の社員が返事をするより早く勢いよくまた別の社員の一人が書き込んできました。走り込んできた彼に部屋の中の社員らは渋い顔をするが、彼の発した言葉を聞いて結束を変えるだろう。そいつらの言ったことは合ってました。通信障害の発生源はパラボランテナです。な、なにー。ほら、部屋にいた社員は全員驚愕しまして尋問してた男は一層蹴り倒すように立ち上がりますと、よくやった、よくやったぞお前、よく特定したなって感じでこう肩バンバン叩いて歓喜を表しまして、よしすぐ行くぞって感じで、ちょっと私たちもなんとかしなさいよ。部屋を飛び出していきました。でその時にこの部屋に3人いたんですけど、そのうちの1人に、おいお前もすぐに支度しろ、すぐ現場に急行する、あとそいつらはやはり何かを握ってるようだ、ちゃんと尋問しておけよってもう1人に言って部屋を出ていきました。部屋に残ったのは残り社員が2人ですね。はい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 、やっとく、はい、ああごめんなさい、あ大丈夫です、はいはい、大丈夫。残された2人の社員は、俺ら別に交渉なんとじゃないし、尋問って言われても、どうすればいいんだって感じでこうおろおろしてます。尋問する方法を教えてあげようか。いや違う違う違う、ちょっとね、ねえ、もうちょっと詳しいこと話してもいいんだけど、まずこれほどいてくれな。あのさ、はい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 、一人がトイレに行くって言って、うん、あのトイレに行きたいんだけれどもって言って、うん、であの行ってみて、で、あのこいつらにも、あのこいつらにあの縄をほど、あの、まあ、俺たちを生かし、あの生かしておいてっていうか、あの花はほどいてくれたら、あの捜査の協力できるぜっていう風な感じで交渉してみるってどうですか。うんうんうん、そう、それがいいと思うし、多分今 PL 同士で、それはさ、あ PL 同士はできるけど PC 同士じゃできないから、たんちゃんが言ってくれればって感じかな、あじゃあ僕トイレ行くか、あのトイレ行きたいですってちょっと答えてみます。あそっか、それはあれだが、ちょっとトイレ行きたいんですよ。俺たちがそのお前らの拘束を外す権限がないから、仕方ないから漏らせ。ああ、わかった。我慢するから。あ私が言えばよかったかな。とりあえず、あの、すいません、ちょっと手首が痛くて、届いてもらえませんか？一回だけでいいんで。あ、いや権限ないんで、うん、権限いやもうそこじゃなくてちょっと届く権限がなくて、どうしようか、あその今その交渉すればいいってことかな、じゃなんかこう交渉しませんか。まあなんかする、逆になんか、あまあ何もなければシーンは進行しますよ。あの交渉する代わりにほどいてくれたりとかしませんか。まあ多分そんな雰囲気はないですね。まずやっぱ権限がないからほどけないんじゃない。ではですね、社員2人が駆け出していって、残った2人がおろおろしてる中、またも騒動が発生します。はい。
静かになってた廊下の向こうから突然乱れた足音が響いたかと思うとノックマラシにドアがバーンって開き放たれます。そこに立ってたのも社員でしたが、彼は息を切らして動揺している。驚いて振り返った部屋の中の社員に向けて彼は叫びます。大変だ、 APC 飛行機の防衛プログラムは起動した。何が原因で再起動したのかは不明だが、とにかく来てくれ。というと、部屋の中の社員2人は迷った様子だったんですが、まあ、あなたたちの監視をしないわけにもいかないので部屋に1人残してもう1人が部屋を出ていきました。部屋に残ったのは残り1人です。残った社員は見るからに動揺してまして、お前たち何者なんだ、お前たちが何か仕掛けたのか、なんでこんなことをみたいな感じでこうめっちゃ動揺してます。かかったな私たちその暴走を止める方法知ってるから、私たちが行かないと止められないんだけど、ほどいてくれない？どうする？でも俺たちはこうやって拘束されてるもんな。そう、このままだと大変なことになっちゃうわ。で、責任はあなたにかかってしまうので、そうね、大変ね。今ここで俺たちをほどけば君はヒーローだ、出世も間違いない。そうねそのロールプレイでほどくきねえだろう、はい。じゃあ社員は頭を抱えてく、だが俺はどうすれば、一体どうすれば感じで頭を抱えてますと、また事件が起きます。ほどきいやマジでな部屋の扉がコンコンとノックされます。はい。しかし、今度はその直後になんか駆け寄ってきた足音とかは特にありませんでしたね。うんうん。なんですが、社員はこう、あ、もう今度はなんだ、全くもうこれ以上何が起きても驚かんぞっていうのが扉をバンと開けます。うん。で扉の向こうの人物に、でどういうことが、何が起きてるんだ、これ以上応援に向かえる人員はないぞ、何が起こってるんだ、ロシちゃんかと、叫んでたんですが、それを言い終えることはありませんでした。あなたたちからでも廊下の光景を見ることができます。ドアの向こうに立っていたのは、よいしょ、あれ、白衣を赤黒い返り血で汚れさせた男です。なんですが、まあ、目を引くのは返り血などではなく、彼が両手に構えているショットガンですね。銃口は扉を開いた社員の眉間にしっかりと標準が合わせられている。そして、ああ、はい。社員はそのショットガンに、貫かれてその場で絶命することでしょうとさ。ほら、さっさとほどかないからよ。冷静すぎる。今のじゃない。ここ産地じゃん。はい。よし、この部屋はクリ。なんだお前ら。何？カシダさん。カシダ教授ね。そうだけど、何？なんで知ってんの？ここを覚えていますか？昨日ノックした。うん、渡辺です。あの怪しさしかなかった声の、確かに同じ声に聞こえる誰が怪しいじゃん。何どういうとりあえずこの名はほどいてください。僕らはこいつらに拘束されてるんです。なんでなんか敵だと思われて拘束されちゃったの。そうそう、あなたを探す手がかりを見つけるためにここに来たら捕まってしまって。僕探してたの、なんで、もうあなたが、ロシちゃんがあなたに会いたいって言うから連れてきたのよ。覚えてますか？あ、なんかロシュがどうこうみたいな意味のわからないこと言ってたよな。意味わからないこと。文通をされてましたか？文通？いや、僕がそんな少女みたいな趣味するわけないだろう。やっぱり違うんだ。ロシアさん、なぜここに？いや、もうちょっとやることがあってって言いながら、カシダは徐々に扉を閉めていきます。ちょっと行かないで行かないで。あんた化学工業について僕たちも調べてたんですよ。あなたの日記を見て。ちょっと待って、僕の日記見たらなんでって。じゃあ扉がまた開かれます。とりあえず僕のストーカー、怖いんだけど。違うわあなた、まあその謎の女の子、まあ、そのロシちゃんっていう子が、あなたの、まあ、子がなんか分、あなたの文通相手っていう風に、言ってきて、でそれであなたを探してほしいっていう風に僕たち言われて、あなたのことを探していたんですよ。で、あなたのことを調べているうちに、あなたの、まあ、日記をちょっと、まあ、教授の部屋からちょっと拝借させていただいたんですけども、
あ、拝借っていうか、あの、じゃじゃじゃ、待て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 、じゃじゃじゃ、拝借じゃなくて、あの、あなたの、あなたの部屋に、あ、あなたの部屋で日記を見つけて、いや、不法侵入したってこと。いや、違うわ、ちゃんと清水教授ちゃんにちゃんと頼んで入れてもらったのよ。あ、なるほど。波多野さんをご存知ですか？波多野さよ。はい。はい。あ、まあ、知ってるが、それが？あの、なぜ知っているか、教えていただけますか。まあちょっと昔調べたことが あってな。あ、僕ちょっとそろそろ急いでるから。あ、ちょっと待って。すごい場所知ってます。あ、そうか。ちょっと PL 書いてみます。ちょっと頭さんに何を話すかちょっと決めましょう。とりあえず日記のことで食いついたのは確実だから。そうだね。日記の内容っていう風なのはちゃんと言ってあげた方がいいと思うんですよ。肩の作用の話は全く刺さらなかったけど、でも、うん、柏さんが扉を開いてる割合が今の柏の心境だと思ってください、うん、今7割ぐらいですちょっと待ったね。あの、とりあえずその日記を見て、あのニートン化学工業が怪しいっていう風なのを、うん、あの、僕たちも思って今ここに来てたら、僕たちもまあ拘束されたんです。で、その拘束された理由が、あのパラボラアンテナ、あれが何かこう魔術的なものでに作用していて、その土星が見えるようになっているっていう風なのを、あの、あいつら思っていて、で、それをその情報について僕たちについて、あの、問い詰めてたら、まあ、こんな形で拘束されるようになって今ここにいるんです、とりあえずっていう風なことを一応伝えます。うんうんうん。今のって PL 発言？今のは PC 発言。あ、マジで？あ、ごめん、なんか会議するって言ってたから。うん、そうね、今だから PL だと思うわ。そう、だからもう一回改めてそれを言う必要があるわね。じゃあ、PC として、はい、とりあえず、まあ、さっき言ったような感じで、まあ、あの日記を見て、で、なんかニートン化学工業の連中が、非常に怪しいと思って僕たちもここを調べていたんですよ。そしたらなんか急にこ、急遽そのロシちゃんっていう女の子がいるんですけれども、そのロシちゃんが APC っていうやつなんか存在らしくて、で、その APC と一緒に歩いている僕たちも怪しい、何か情報を持ってるんじゃないかっていうので、尋問のためにここに拘束されてるっていう状態です。なるほどな。というと、じゃあ柏は扉を開けて部屋に入ってきます。ああ。で、あなたたち一人一人見て、まあ、私服の男とスーツの男は怪しい、なんかよくわかんないマッチョと、なんか若奥様みたいなのと、なんか漁師みたいなの、まあまあニートンのやつらじゃなさそうだな。違うわよ。違います、ただの養殖業やってる漁師です。私ゲイバーの店長やってんの。ゲイバーの店長、なんかあいつだけほどきたくなくなってきたんだから、それでいいか。大丈夫よ。な、何よ、ちょっと違うわ、はい、手出したりしないわよ。はい、という感じで、とりあえずは高めの構想が届いてくれます。なかなかね、まあ、見たら、まあ、やりとりしてたら分かると思うんですけど、クリックでめっちゃコミュ障です。なんかあんま人と話すの得意じゃなさそうな雰囲気がすごい感じます。あの、さっきなんか尋問してた男のなんか話の内容あったじゃないですか。あの、あ、これごめんなさい、 PL 書いてます。はいはいはい、はい、ごめんなさい。なんか魔法陣がどうとか、あのパラボラアンテナが何なのかとか、うん、なんかそういう風なちょっとなん、あの、多分 2,3 個質問したらどっか行ってしまうと思うんで、なんか重要なことだけこの柏さん。あ、でもその前に柏から聞きたいことがありますね。あ、はい。あ、で、そのそのなんか、なんて言えばいいんだ、その男の人の、あのスーツでも漁師でもなさそうな、ゲイバーの店長でもなさそうな、そこの君、夏目くん、ダンちゃんじゃない？ダメだよ。僕ですか？あ、はい。あ、さっきロシュがどうこう言ってたか、どういうことだ？まず、そうですね、ロシっていう女の子、女の子、夏目くん写真持ってますかね？今どうでしょう。さっき取り上げられたような気がする。あ、あ、そうだ、プリクラの。ああ、持ってるわよ。あたし持ってるわ。ありますね。ねえ、よかった。これこれ、この女の子よ。あ、鳩のさよか。え、鳩
のさよちゃんなの、この子。まあ、そう見えるが、あら、うん、この波多野さよさんが あなたのことを探してる。あ、なんで。いや、理由はわからないんですけれども、あの子がどうやらなんか神様と、これはあの子が言う話なんですが、あの子がどうやら神様となんか契約をしたらしくて、でその神様の力か何かであなたとこう会いたいっていう風に。はあ、あ、そう、会いたい理由までは、僕ちょっと急いでるんで、まあ待ってください、お願いしますまあなんで会いたいかは僕らもちゃんとは分かりません。ただあなたのなんか命を狙ったりとか、なんかあなたを妨害するために会いたいっていうわけではなさそうです。あ、そう、お、そうなんだ。はい、うん、そっか。ああ、ハトのさよちゃんとあなたの目的とは何か関係があったりするの？ああ、まあ、あるといえばあるが、何、まあ、いいだろう、とりあえず僕急いでるんで待ってください何、ちょっと本当に急いでるんだけど私たちもついていくしかないんじゃないのこれあ、まあいいけど、邪魔しないならいいんだまあ、その波多野さやさんが何でか分かりません、あなたのレトロゲームで、あなたとレトロゲームで会いたいのかは分からないですけれどもって言って、柏谷さんなんか反応しますか、レトロゲームという言葉で。もう別にそこまでの謙虚の反応はしないですね。ああ、違うのかついていいか分からないな、ね、今装備ってどんな感じですか、誰の。あなたたちの持ち物はどこか部屋の隅に固められてます。あ、よかったよかった。だからプリクラ出てきたのね。あ、さて、じゃあ僕行くけど、もうついてくるなら来てもいいけどって感じで、こうなんかゴニョゴニョ言いながら柏は部屋を出ていきます皆さんノートって見たってことでいいんだよね。何、ノートって見たって今発言してあるよね。そうだね、部屋に不法侵入してない、清水に許可取って入って調べたって言ったわ。後でちょっと清水教授に問い詰めないとなって思ってます。いや、ちゃんとその前に先手打つわ。柏さん、柏さん、ああ何、何、アルベールプロジェクトに関してなんですけど、うん、ちょっと今マジで忙しいんだけど、後で。ダメだ、何も聞いてない。やだ。いや、マジ忙しいから今。多分詳しい話は話してくれない。10年、うん、あと10年の月日が全部終わったら時間取ってあげるから。どうする、ついていく。ついて行きたいけどな。なんはい。でもあなたたちも一緒に部屋出ますかね。NPC。じゃなくて、とりあえず警備員の服装、ある服あるじゃないあると思うんですけれども、はいはい、それ奪って装備したいです、はいはい、なるほどね。ではですね、渡辺が警備員の服装を奪ってますと、妙なものが目に入ります。はい、それは、何でしょうね、腰に巻いてあるベルトみたいなものですね。は、まあ見た感じはベルトだなって感じ。ベルト、ほうほう、うん、なんだろう、なんかズボンのベルトとは別に腹になんか、なんだろう、チャンピオンベルトみたいな感じって言えばいいですかね。そういうのをこれ巻いてまして、うん、なんでだろうなって思いました。装置みたいなのついてます。なんで装置みたいなバックルみたいな。あ、そうそうそう、そんな感じ。取ることできます。できますよ。分取ります。分取りました。ベルトに目星、目星どうぞ。よいしょ。あ、嘘。あ、分かんない。私も見ようかしら。まあそうですね。本当に分かんないと思います。橋田さん。あ、ごめんなさい。どうぞ。何？いいよ。橋田さんに、これ何か分かりますって聞けますか。QECS 装置じゃん。いいのゲットしたね。つけとけば。PCS か、KCS 装置、なんすかそれ。いや、まあ KECS 装置だけど、まあなんか防具的なあれだよ、つけてれば安全だからつけとけばいいんじゃない。知識で KECS 装置についての、うん、まあ判定しなくても知らないってことは分かりません、ね、まあ、何かしらの頭文字じゃねえかなみたいなことまでは分かるかもしれませんが、警備員が持ってたくらいだから安全なものなんじゃないの、うん防具的なあれなのかな、うん、そんな、なんかそういう系のアーティファクトとかなんじゃない、はい、誰が持ってます？
まあ剥がした椿？剥がしたのはガンちゃんだったね。あ、渡辺。うん。ただ渡辺そのまま持ってます？はい、ちょっと持って装備して、うん、はい、じゃあ腰に巻きました。はい。なんか違和感ある。まあ、特には。あ、つけるんだ、ガンちゃんが。ボタンみたいなところってありますか？いや、特にないですね。いやなんか、ま、一番ちょっと生きててほしいというか、その椿ちゃんがいなくなったら大変だから椿ちゃんにつけててほしいと思ったんだけど。あ、じゃあ椿さんに。はい、どうぞ。椿さんにつけました。え、僕には不要のものですおしゃれベルト風に、うんうん、守ってくれるんじゃないかな。あ、うん、まあ、まあ、ここ行っても時間ばか経つし、そろそろ月行きたいんだけど行ってもいいか、いいって今どこ向かってるんですか？ああ、いや、まあこのフロア探索したいからとりあえずこの部屋から出たいんだけど、マップ公開したいんだけど出てもいい、うん、ああ行きましょうよ、はい、もうさすがにね引き止めててもだってついて行きながら話するだけでいいじゃないはい、ではあなたたちは、外へ出ます。目の前に階段ありまして B3F って書いてありまして、あ、出たわ。それぞれの扉の前に名前が書いてあるんですけど、あなたたちが出てきた部屋は尋問室って部屋から出てきましたね。うんうんうん、狭かったわね。存在するんだな、そもそも。はあ、はあ、お、じゃあ B さんだ。そうなの、 B さんなの。そうなんですよね。うん、お、じゃあ僕ちょっと違う。あ、僕と一緒だ。うん、あ、奥に行きたいな。頭さんととりあえず同行します。もちろん。はい、てか暴れてるって言ってなかった？暴れてる。よく気づきましたね。だから急いでいかないと暴れてるよ。そうなのよ、暴れてるわ。そう。まあ多分直せないけどね私たちあのでも地下資料室の矢印も気になってるんだよね。うん、でもここに来たいんじゃないの、あれ。そうですよね。よし、うん、ああ、じゃあ僕ちょっと地下資料室用事あるから、君たちはなんか好きにしてればいいんじゃない地下資料君たちがそういえばなんで来たの、なんで捕まったの。さよちゃんを守っていたら、うん、かまりました。でもさっきのプリクラのさゆちゃんいないけど、なんかどっか行っちゃったの。いや、なんかどっかに連れ去られたんです。あ、ごめんなさい、マジで大変じゃん。一回離席していいですか。すいません、一瞬すいません、はい、タイムいいですか。ゴトちゃん出てもらっていい。休憩挟みますか。そうそうそう、ちょっとすいません、休憩しましょう休憩